次の文中の括弧内に入れる a および b の語句の組み合わせとして、法令上正しいものは1から5のうち、どれか文中がですねボイラーについては使用を開始した後、a 以内ごとに1回定期にボイラー本体燃焼装置、自動制御装置 b について実施。自主検査を行わなければならないとで、選択肢が1ヶ月。付属装置及び付属品。3ヶ月据え置き基礎及び沿道。 三ヶ月給水装置及び水処理装置六ヶ月給水装置及び水処理装置一年付属装置及び付属品となっております正しい組み合わせはどれでしょうか はいいかがでしたでしょうか答えはこちら1ヶ月付付属属装置及び付属品になりますこれはですねもうボイラーの規定そのまんまなのでそのまんまの文章に入れていることなのでもうこれはですね正しい選択肢を入れてボイラー各小型ボイラーを除くボイラーについては使用を開始したと1ヶ月以内ごとに1回ボイラー本体燃焼装置自動制御装置付属装置および付属品について実主検査を行なければならないこの文章をですね何回も口でつぶやいてみてね 1>, 1ヶ月以内ごとにね付属本体燃焼装置自動制御装置付属品及び付属品自主検査ね何回もつぶやいてですねしっかり暗記をしておくようにしてくださいもうこの辺はですね文言そのままでこのように説明されることが多いですねしっかり覚えておきましょう。